どうもこです。本日もご視聴いただきありがとうございます。いやまたね、雨の中でのキャンプなんですけれども、こんな雨の中でも役に立つものをね、一つ購入したんで、それを皆さんにご紹介しながら組み立てていきたいと思います。ここからはね、ちょっと雨が降ってるんで GoPro の方で撮影していきます。音声の方聞きづらいかもしれませんがね、またね、あのテロップなど入れて見やすくしておきますんで、お付き合いいただければと思います。それではね、早速買ったものを持ってきます。こちらです。スクリーンキャノピージョイントタープ3という商品です。そんなに、ね、新しいものではないんですが、これは、ね、何に使うかと言いますと、この、ね、ハーフワイドドーム、まあ、めちゃくちゃいいんですけど、実際、ね、タープとか貼らないと結構狭いんですよ。なのでツールームテント欲しかったんですが、これまだまだ現役なんでね、これにつなげれるタープ探したところ、こちらを見つけました。それではね、もうちゃっちゃと立てていきます。中身なんですが、まずこのポールとタープ、それとガイロープとペグが入ってます。こちらはね、4、5年前の商品になるんで、ポールとかはね結構重たいんですよ。こちらこの黒いのが天井のペケにするやつ、ポールが2本、この重たい緑のやつなんですが4セット入ってます。これが足になります。この残りの1本はこれとね連結させれるんですけど、連結した時にこの中つけるやつです。またね調べときます、はい。タープの方はね、あのコールマンらしいロープでくくりつけられただけなんで、100均のねゴムかな、あそこら辺と変えた方がいいと思います。まずこれを広げて、前後ろ分かりやすいのはこのねビラビラついてる方がね、これが連結するやつなんで、こいつが後ろです。赤いコールマンの印がある方がね前になります。これはねサフワイズドームと同じです。まずこの天井のねポール、ペケになるやつね、もはやのキャンプ地の降水確率が 80% を超えてるんじゃないかということなんでね、ほんまにね雨男なんですよね。はい、全てプレゼンできました。このポールなんですが、このスリーブに通していきます。そしたらこの反対側も通していきますね。反対側も同じようにスリーブがありますので、はい、このように通していきます。そしてここまで通したらですね、このスリーブの端端にこういうジグがついてます。プラスチックの、ね、プラスチック樹脂かで、こっちは片一方がスカスカで、こっちがね突起があるんですよ、ポコポコポコって。でそのポコポコポコってしてる方に刺します。このようにね、こっちも同じように、と見えにくいかもしれませんが刺します。この時ね少し力が必要です。あ、そんなことできた反対側も突起のある方に刺す、突起の方に刺す。でこのように傘型にします。さっきみたいにねお椀型になると故障してしまう恐れがあるんで、本当はああいう風にならないように気をつけてください。それではですね、次この重たいポールの方組み立てていきます。こっちですか、あの力がいるの。はい、このように刺していきます。そしたらね、この山の上からかぶせる方を上にして刺し込みます。で同じようにもうこっちも刺しておきます。もう一度言いますね、刺す方を上にして、はい、とりあえず2本刺して1回立てます。この端っこにガイドがあります。タフワイドドームやったらね抜けなくなってるんですけど、これは普通に差し込むだけの棒があります。ここに刺していきます。はい、ここがね少し力がいります。じゃああと2箇所、これで立ち上がりました。中でも十分行き来できるスペースだと思います。開けてみますね。ちょっと仮止めしといてですね、中の方見ていきましょう。
これでタフワイドノームとね連結していきます。はい、で一回これもね仮止めします。なんで仮止めか言うたら手具打つ時にねもう一回締めないといけないんですよ。まあ、この中に入ってしまうと雨風はもうすっかりしのげてます。ただ後でねまた調べてみるんですけれども、ユニジアのタープ前回使ったあれに比べてだいぶと薄いんでね、あの日差しがどうなるかわかんないですけどね。それではねここでタフワイドドームがねこう鎮座されてるんですけれどもね、あそこにかぶせていきます。ここでさっきの細いポールどこやったっけ、このねこちらの細いポールをこの真ん中に入れます。真ん中言うとも分かりにくいと思うんですけどね、ごめんなさいね。ここにね小さいスリーブがあるんで、聞こえるかな、小さいスリーブあるんで刺していきます。でこれをこんな出られへんのか、こんな感じでねかぶせます。雨が入らない位置、微妙な微妙じゃない絶妙な位置を探します。そしたらね一回全部チャック閉めてペグダウンしていきます。ペグはちょっといいやつ使います。鍛造のねペグを使います。鍛造のこれがね確か28センチのものを使います。四隅決めたらですねこれをよいしょ、この両方ペグ打ったらここにゴムがついてるんでこれをギュッと締め上げていきます。これもね左右対称にやっていきます。もうねこれは使わないんで、ここにベルトがついてます。これをパチンと外して、でハーフワイドのこいつ前室のポールそこに引っ掛けてこれギューッと縛っていきます。よいしょ、いらんやつはどっかまとめといてください。本来ここもねあった方が雨風はしのげると思うんですが、また後で考えます。このくるくる巻いててもいいし、ここにストームガードがあるんでここ1回転さしてこうやって全部止めていきますね、テープで。ここからはねおまけのコーナーなんですけど、別売りのポール180センチぐらいのものがあれば、で前をねこのまたねタープみたいにしてね使うことができます。一晩ね過ごしてみました。まあ昨日はね設営終わってからビール飲んで寝ちゃったんでね、一晩明けてから の今状況なんですけれども、だいぶね居住空間は広がってますね。下にね敷物とか引いてあるんで、テントの中からね前室まで靴を履かずに出てこれるっていうのがすごく便利です。タープやとねどうしても雨降ってくると靴とか置いてるとねピッチャピチャになってしまうんでね、これは横がねきっちりガードされてるんでその点すごく良かったです。まあ、昨日のね夜はね少し冷え込んだんで全部閉めて寝てたんですけれども、夏のね暑い時、真夏の暑い時とかやと全部開けて網戸にすることもできるんで、それでね風通しはかなり良くなると思います。ただね真夏やと生地がねちょっと薄いんですよ。なのでね遮光性は低いんで、その点ちょっとね気になる点ではあります。
あともう一つ気になる点としては、昨日の雨で防水どうかなと思ったんですが、ちょっとね染み込んでますね。防水性は、タフワイドドームとかに比べたらだいぶ低いと思います。雨の日はね要注意です。まあね、総評かなり良かったです。やっぱ横のね壁があることでプライベート空間かなりできるんで、それがねとても良かったと思います。あと前のね跳ね上げを作ることで、またその分プラスでね広くなりますんで、これはかなりおすすめです。はい、というわけで本日はですね、スクリーンキャノピージョイントタープ3、ちょっと長い名前のもんでね覚えにくいんですけども、こちらをね買って、組み立ててみました。組み立て方とかねちょっと雨の中やったんで分かりにくかったかもしれませんが、この商品はね、結構おすすめなんで概要欄の方に、リンクを貼っておきたいと思いますので、興味のある方またね覗いてみてください。はい、というわけで本日の動画は以上となります。この動画面白かった、役に立ちそうだったらグッドボタン、またチャンネル登録の方もねよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーサゴブミゴーでした。バーン。